い、始まりました、ケンマスクッキング、今日の料理はですね、以前にちょっと、袋麺使ったアレンジを紹介したんですけど、その時に、うちにはあのガスコンロ1個しかないよみたいな話がたくさんありまして、あの、まあ、一人暮らしなんかの時は結構コンロが1個しかないご家庭というか、まあ、一人暮らし結構そういうの多いんで、そういう方でも楽しめるように考えた結果、カップラーメンを100倍楽しむ方法っていうのを考えてきたんで、この動画でどんどん紹介していこうと思います。カップ麺の味噌味の、アレンジでもって、きのこバター味噌ラーメンっていうのをやります。材料こちら、はい、材料説明いきます。今日はこのマルちゃん製麺さんの、味噌味です。これものすごく美味しいんですけど、これをさらにめちゃめちゃ美味しくしたいと思います。それからちょっとですね、その食材は今回このきのこ、えのきとまいたけとしめじですけど、それとですね、これなくてもまあ実はいいんですけど、あの豚のこま肉をほんの少しと、あと玉ねぎスライスしたやつ、それからまあそのバター、醤油、塩少々で、まあ飾りで、まあ万能ネギと、まあこれでいきます。はい、じゃあ早速調理の方行ってみたいと思います。まあ普通にね、あのマルちゃん製麺のこの味噌味、お湯が沸いたら、まあ、まず規定通りのお湯入れますね。説明書通りに、あ、こぼれちゃった。5分ね。その間に、あ、これちょっと、はい、具材の方いきます。普通に火をつけて、最初ほんの少しのサラダ油で、まず肉、はい、玉ねぎ、はい、全部ね、石突き取ったキノコだしね、これ、はい、まあこれはまあ大体まあ中瓶ぐらいかな。よいしょ。ゆっくりめにこう火通してあげるとキノコは結構味が出るんで、はい、ここでしばらくこうクターンとするぐらいまでちょっとゆっくり入れてみますね。ちょっとこれぐらいクターンとしてきたな。ほんのに少しの塩、これで少しあのキノコから水分出てくるんで、はい、でだいぶいい感じになってきたら、バター一かけ。これはね、味噌ラーメンにものすごくバターは合うんで、少し多めぐらいで、このまま食べたらくどいなーっていうぐらいでも入れちゃって大丈夫です。はい、これでもうバターのいい香りと、ほんの少し塩、もうこれでもうほとんど味決まってるんですけど、でもバターがもう溶けていい感じになったら、仕上げにちょっとだけ醤油ちょっと垂らし上げると、もうこれで香りがものすごく、まあ、きのこだけがうっすらとバター醤油味になってればいいです。はい、こんな感じでクターとなって、バターがまとったものすごい美味しいきのこのソテーですね。ここまで来たらこれ火止めて、さあじゃあ5分経ちました。規定通りの感じで箸でね、少しこうほぐして、これにここで炒め合わせたきのこを、はい、この味噌ラーメンの上にどっぱりのけちゃう。で最後に小口切りにしたねぎね、ちょっと、はいはい、じゃあ今日はカップラーメン味噌ラーメンのアレンジで、きのこのバター味噌ラーメン完成です。はい、じゃあ早速食べてみたいと思います。いやー、もうカップラーメンとは思えないような見た目ですね。ものすごいいい香りしてます。まずじゃあ一口目いこう。いやー、もうバターの香りが効いてますね。でやっぱりカロリーは気になるかもしれないけど、味噌ラーメンの場合はこう結構油が乗っかってて、コクのある感じの方がやっぱ僕は美味しいと思います。これやっぱりバターと味噌ってもう秀逸ですね。もうめちゃめちゃうまいです。うん、えのきシャキシャキもしめじも味美味しいし、あ、いやー美味しいですね。きのこの味噌ラーメン、うん、今日も大成功です。ご視聴ありがとうございました。